あの刺繍ポケットに入った金をやっつけるときにどうするのかって言ったら、ポケットに入った金をやっつけるときにどうするのかって言ったら、一番手っ取り早いのはもうイソジンぐらい。イソジン、うん、イソジンって喉の痛みとかの時に使うものかなって思ってました。あれは菌を殺すわけだから、はい、それで口の中に、うん、あのなんていうかうがい、こうゴロゴロってこっちでやるんじゃなくて、はい、口の中でこうぐしゅぐしゅぐしゅって、そうやってそこのなんか腫れたところにイソジンをこう当ててあげてプッてする。ほんでちょっと大変な味が飲むからやったらあの水でこうやってうがいするとか、はい、だからそのあの歯を磨くときにそのイソジンも併用していくと、はい、今度はイソジンで口の中をこううがい、口の中を含ませていくとその匂いが一つ取りやすくなってくるっていうのがありますよね、はい、うん、次はこの胃の中の熱っていうのがあるよね、うん、はい、やっぱり基本ね、胃薬がいいんだよね。胃薬、うん、そしてその胃薬っていうのもやっぱり胃熱が出った時にこの胃酸が出すぎたりとかね、ちょっとゲップっぽいとか、うん、そういった消化不良になってきた時には本当になんていうか、僕がおすすめするっていうか、まあ昔からある例えばパンシノンとか、あの大体酸とか、うん、少し漢方系の入った胃薬を一つまず手軽に取って、うん、胃腸をとと、まあ、そういった昔の漢方系の、あの胃薬を取って、うん、それで胃を整えるっていうのがあり、じゃあ、うん、特別胃の調子が悪いなと思ってなくても、うん、胃薬飲んでみていいってことですか。まあだってこう胃がやっぱり僕たちの中心にあるから、うん、常にねその胃薬っていうのも、まあ、しょっちゅう飲むから悪いっていうよりも、だから漢方系が入った胃薬っていうんだったら、はい、僕はいつもこう取ってもいいんじゃないかなと思う。はい、うん、それで実際ね、あのこの前もちょっと友達とちょっとお酒飲んでて、うん、そいつが胃が痛いとかこう酒飲んで言い出したの、はい、で、じゃあ分かった、俺が持ってるこのパンシロンやろうってやって、そしたらこれこんなん胃薬でしょって飲むの嫌とかなんか言うからうるせえ飲めちゃって最初おそぐ3錠飲んでて、はい、あそれでどうやって30分後に聞いたら、うーん少しいいっていうか、もうちょっと飲めちゃってさ飲ませてた、はい、胃の痛みが取れたって言ってた。そんな即効性があるわけですか。いやだから影響があるよ、うん、へぇ、うん、ちょっとパンシロンのちょっと特別なやつみたいなやつが、はい、俺は薬剤師なんでこだわってみるのがあるんだよね、はい、うん、だからそういったものも一つ、それでもう一つ、あのなんていうか、さらにそれで匂いがなったら、うん、胃熱系の時は、うん、あの漢方で言うたらあのオーレン解毒湯っていうのがあるんだよね、うん、はい、あれもあのオーレン解毒湯の成分にあのベルベリンっていうのがある。ベルベリン、はい、うん、あのあの木肌とかね、オーバックとか入ってるんだけど、うん、あの中の菌を殺す成分であるベルベリンっていうのをそういうふうにすると、はい、生熱にもなるし悪い菌を殺してくるから、はい、そうすると胃熱も取れてくる。だからその一段階、パンシノンとかあの大体酸の一段階と、もう一つオーレン解毒湯という二段階、そこのことを踏まえてあとこの口腔ケアやってたらもうほぼ完璧。うーんそんなに悩む必要ない。じゃあパパ口臭いもなくなって自分に自信が戻ってくるかもしれないですね。そうそう、そうずっと飲むわけじゃないから、また悪くなったらそうすればいいだけであって、胃の方はね、はい、歯の方はね、もうそういう風なちょっと歯磨き、歯ブラシ、ことはという忙しい、はい、うん、これだけやっときゃいいんじゃないですか、はい。